ち。騒ぎを起こしたくはない。ルールは破るためにある。後悔しても遅い。誰かな。うちの出番。争いに意味はない。騒ぎを起こしたくはない。始めようか。うん、怖くないよ。うち、なかなかやるぜ。即戦即決で行こう。うん、怖くないよ。誰かな。うち、なかなかやるじゃん。ルールは破るためにある。始めようか。怖くないよ。うち、なかなかやるじゃん。即戦即決で行こう。怖くないよ。誰かな。うち、なかなかやるじゃん。リュウ。争いに意味はない。怖くないよ。うち、なかなかやるじゃん。始めようか。
この機会を逃さない。生死虚実一年同天元気超無一角はっ。この機会を逃さないで。誰かな。ついてないね。星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。騒ぎを起こしたくはない。やった。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。この機会を逃さないで。うちの出番。この機会を逃さないで。後悔しても遅い。ついてないな。生死虚実同天元気超無一角。この機会を逃さないで。誘ってなされ。うちの出番。争いに意味はない。やっ。この機会を逃さないで。ついてないね。騒ぎを起こしたくはない。はこの機会を逃さないで。この機会を逃さないで。まだ早いし、どこかへ行く？まだ早いし、どこかへ行く？
騒ぎを起こしたくはない。この機会を逃さない。星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。ルールは破るためにある。礼儀がなってないわ。誰かな。真面目にうちのとっておきを食らえ。星々が私たちの名を記憶してくれる。
ってないわ。誰かな。うちの出番。リュウ。逃がさない。殴ったね。始めようか。星々が私たちの名を記憶してくれる。Thank you.
まだ早いし、どこかへ行く？
まだ早いし、どこかへ行く？やっと来てくれたのね。緊急事態だから早速本題に入らせて。アーランが失踪したの。そうよ、姿は見ないし、メッセージも返さない、通信にも応答しないの。彼を連れ帰ってきてから今までこんなことはなかったわ。もちろんよ。でもアーランの行き先は監視映像でもわからなかったわ。監視システムはレギオンが侵入した時に破壊されてしまって、まだ完全に復旧していないの。その盲点を突かれたのかもしれない。最後に連絡を取ってからもう13時間も経っているのよ。普段は13秒以内に返事をしてくれるのに。どうしても見つけることができなかったから、防衛課の個人業務計画の記録を調べたの。そしたらこれを見つけたのよ。ほら、最後の業務目標を見て。心に準ずる、鏡と化す、我を変えるってすごく変だと思わない？こんな文才はないわ。はあ、防衛課に聞いてみたんだけど、誰も緊急事態だとは思ってなかったの。それどころか。アーランの兄貴はもう大の男なんですから、個人的な予定があってもおかしくないでしょう。なんて言うのよ。てば話が通じないの。だからこのことはあなたに任せるしかないと思って。
の人と同じことを言うの？冗談はいいから手を貸して。それに私には秘密武器があるのよ。それはペペ。ええ、私の愛犬なんだけど、小さな頃からアーランが世話をしているから彼ととっても仲良しなのよ。ペペはアーランの匂いをよく知っているから彼を探し出すことができるかもしれないわ。考えてみて。代理所長である私がこんなにたくさんいるスタッフの前でアーランを探したらどうなると思う？絶対にダメよ。防衛課の責任者である彼が頼りなく思われちゃうじゃない。ペペを連れて出発しましょう。安心して、ペペは噛まないから。私もお金持ちだったらな。あれはカポーティ？アーランは本当にここに来たの？変ね。どうしてあの人たらしのところに行ったのかしら。宇宙ステーション公認だったから思わず口を滑らせちゃった。あれこそが宇宙ステーションのこのスタッフはすごい大会優勝者の実力なの。私が直接行くのはちょっと。カポーティから事情を聞くのはあなたに任せたわ。実はあの時、私はとても恐ろしさを感じていました。しかし、この心の中に依然としてある一筋の光が私を導いてくれたのです。その光とは、皆さんの幸せそうな笑顔ですよ。いやー、カポ様が思ってくれてるなんて。おや、あなたはお久しぶりです。最近はどうですか？今は少し忙しいのです。緊急性の高い話以外は後にしてくれませんか？アーランさん？もちろん存じていますよ。宇宙ステーションにいる全ての人の心を照らすのが私の責務ですから。しかし、彼が今どこにいるかまで。お答えできなくて本当に申し訳ない。芝居がかった間とか声を張るタイミングとかすごく計算されている気がする。皆さんもご存知の通り、私の人生の中で最も大事な言葉は理念です。理念がなければ人と機械に何の違いがあるのでしょうか。
人生で最も大事な言葉は輝きだって。帰ってカボ様大百科を更新しろ。今回の人生で最も大事な言葉はバージョン 12.0 のものだ。そのともかく私は嘘をついたりはしません。正直に言うと私は最近アーランさんに会っていますし、彼の居場所も知っています。しかしお許しください、私は自分に誓ったのです。このカポーティはアーランさんの秘密を誰にも漏らしたりはしないとね。どうやら私の人となりをしっかりと理解したようですね。以前アーランさんが私のところに頼み事をしに来た時、あなたと似た表情をしていました。彼はとても焦っていて、私の答えを絶望していたのです。しかし、答えは単純なものではありません。ましてや彼にとって、あのような心に準ずる修行はもっと難しい。あの修行がどれほど困難か想像もつかないでしょう。彼に協力してあの喋り方をするだけで疲れますし、幸いなことに、あ、うん、何でもありません。カポーティのさっきの言葉、アーランの業務計画にも書いてあった。やっぱり何か知ってるみたい。そんなことは言ってませんよ。あなたの聞き間違いでは。さっき言ったのは、確か人生は修行で心に従う必要があるという言葉だったはず。だからあなたが言ったようなアーランさんに関することは全く知りませんよ。あ、もうすぐ会議が始まるのでまた今度にしませんか。逃げられるわけにはいかない。どうしても話すつもりがないのなら。でたらめを言わないでください。聴覚には厳格な審査制度があるんです。確かに品性も道徳も優秀なスタッフは宇宙ステーションから表彰されると聞いたことはありますが、根拠のない噂にすぎません。最も高齢な先輩ですら見たことがないそうです。カポ様を見くびらないで。彼はそんな人じゃない。カポ様は食器をくだらないものだと思っているんだ。カポ様大百科バージョン 4.0 にも書いてある。今カポ様を宇宙ステーションの代理所長に任命したとしても修行の秘密なんか言わないはず。その通りです。私はそんなもののために貴重な品格を失うつもりはありません。あなたはどうしてそのような邪悪でねじ曲がったことを思いつくのですか。迷っているのではなく完全にレールを外れてしまったのですね。あなたにはしっかりとした教育を行う必要がありますね。この後ゆっくり話をしましょう。カポ様のお手を煩わせるわけにはいきません。こんな海は私たちが代わりに処理します。しっかりして。
ここに来た目的を思い出して。私、たくさん説教をされたようですね。心の底から自制したはずです。今まであなたの言葉は聞かなかったことにしますから、よく反省してくださいね。もちろん十分に反省できていないと思うなら、私的に交流してあげてもいいですよ。とにかく私はもう会議に行きます。逃げられるわけにはいかない。どうしても話すつもりがないのなら。なんてことを言うのですか。私を解雇する権利があなたにあるかどうかは知りませんが、はっきりと言わせてもらいます。今日アスター所長、いやミスヘルタが直接私に命令を下したとしても屈しません。解雇されたとしても構いませんよ。たとえ私の命を脅かすような真似をされても、私は知らないと答えるでしょう。アーランさんと約束をしたとき、カポ様はさっきと全く同じ言葉を言っていたぞ。うん、特に命を脅かすような真似をされても私は知らないと答えるでしょう。ブーブー、本当に泣ける。今日帰ったらあのテープ起こしを印刷してくれ。ファンミーティングで読んで暗記するぞ。テープ起こし、アーランがカポーティに依頼している場面が録音されていたの。重要な手がかりがこんな形で現れるなんて。さっきテープ起こしのことを言ってたのはこの人だったはず。ちょっと、あなたってば。さっきからずっとカポ様にあれこれ聞いてるけど、ファンクラブに入りたいの？その可能性はあるな。じゃないとアーランさんがカポ様の元を訪れたことを知るはずがない。あなた、カポ様大百科バージョン 12.0 の内部テスト版の内容まで知ってるなんて。的な隠れファンのようだ。俺たちは勘違いしていたんだな。私たちと同じなら他人行儀でいる必要はないよね。ほらほら、これが最新版のカポ様ファンクラブ入会パックだよ。それからおまけにカポ様大百科の最新バージョンもプレゼントするね。今回更新された内容ではカポ様の珍しい一面を見ることができるんだぞ。
私がよく回るカポーティに修行を手伝ってほしいとお願いしたのかしら。この手がかりを参考にするしかないわね。この筆跡見覚えがあるわね。アーランに似てる。美しく繊細な花ですら苛烈な日差しには耐えられない。カポーティは永遠にあなたのそばで優しさと思いやりを与えよう。この少しねっとりとした感じ、確かにカポーティが描いたものに見えるわ。この写真、どう見ても盗撮じゃない？でもカポーティ公認なのね。だって彼のサインがあるもの。写真に人影が映り込んでいるような。これはアーラン？ということはアーランは確かにカポーティに会いに行ったみたいね。これは動かぬ証拠よ。宇宙ステーションのハンドブックだってこんな頻度で更新しないけど。これは録音を文字起こししたもの？心に準ずる修行って強気な上司とうまく付き合うためのものだったの？私をそんな風に思っていたのね。アーランとはしっかり話をしなきゃね。まずは彼を探しましょう。ペペ、出番よ。レギオンがステーション内に潜んでいたのね。手助けをしに行きましょう。同点元気超無一角自分の意志で結末にたどり着いてみせる。お前たちどうしてここに来たんだ？それなら気をつけた方がいい。レギオンの残党が他にもいる。アーランは不在だ。宇宙ステーションのセキュリティに関しては特に気をつける必要がある。全員しっかり覚悟し集中しろ。
はい、代理の兄貴。からかうな。ただアーランの手伝いをしているだけだ。彼を探しているんだな。彼は美月のところにいる。だが彼の修行は個人的なものだ。邪魔はしない方がいい。兄貴の個人的な修行？さすが男の中の男だ。あのような高みに達していてもさらに上を目指すとは。修行、なんだかただ体を鍛えるよりもすごそうですね。兄貴は毎日肉体の限界に挑戦して一人で宇宙ステーション内を21358m も走ってるらしいですよ。マジでかっこいいですよね。高い目標に自身への厳しさ。知ってるぜ。絶対に心を磨くような修行だ。兄貴はきっと滝を見つけて美月さんに頼んで水の温度を限りなく冷たくしてもらってるんだと思う。デタラメを言わないでください。修行は滝行のように単純なものではありません。僕が思うに兄貴はもっといろんな戦闘技術を知ろうとして見聞の広い美月さんに教えを請うているんでしょう。当たらずといえども遠からずといったところだな。アーランは上司から与えられるストレスを解消する方法が知りたいと言い俺を訪ねてきたんだ。だから美月を探すように言った。美月に耐えることができたなら彼はもう怖いものなしになるだろう。俺は逆に代理の兄貴は賢いと思うぞ。兄貴に弱点なんてほとんどないのにまだ上を目指してるなんてマジですごいですよね。俺はアーランと任務を交換したんだ。彼は美月と一緒に宇宙ステーションに出現した結晶の調査をしに行った。そして俺は彼の代わりに巡回をしているというわけだ。宇宙ステーションを巡回しやすいように通行証を1枚渡してくれた。俺は壊された天井板を見つけたぜ。この戦闘の痕跡はきっと兄貴のものだ。ちょっと、それが手がかりになりますか？こっちの地面に残ってるものの方がよっぽどいいと思いますよ。この足跡を見てください。サイズも力の入り方も全部一致しています。これこそ兄貴が戦っていた証拠です。彼は宇宙ステーションで署名のない手書きのメモを見つけたらしい。そこには上司からのストレスを和らげる36の方法が書いてあったと言っていた。それから修行に関することも書いてあったそうだ。まず心に準ずるは、心の中に生まれたストレスを見つめることで自身と向き合えるようにする修行。次に鏡と化すは、鏡のように他者が職場で感じるストレスを体験することでそれを多元的に感じ取れるようにする修行。最後の我を変えるは、ストレスの中に自身を置くことで自分を変える修行。彼が俺を探しに来たのは鏡とカスの修行をこなしたかったからだろう。いや、知らない。彼は言わなかったし俺も聞かなかった。自身を高めるのに理由が必要か。兄貴のことを全く理解してないんだな。兄貴は防衛家では強くて繊細だと知られています。彼の行動の目的を理解できないのならあなたはまだまだ物事を見る視点を養う必要があると言えます。兄貴は常に事態を未然に防ぐために行動している。さすが宇宙ステーションの冷酷な鷹、防衛科のリーダー。アーランを探したいのなら美月に連絡をするといいだろう。
職場のストレス、いかに強気な上司と付き合うか。あら、ごめんなさい。あなたにそんなにストレスを与えていたなんて。そうね、私もアーランが感じていたストレスについて知りたいわ。あ、この通行証、ペペの写真が。彼はペペと家族のように仲がいいから遊んでやってと言ったんだけど、まさかそういう仕事の範囲外のお願いが彼のストレスになっていたの？見て！アーランってば、ペペの写真をプリントアウトして常に自分の気を引き締めているのよ。見て、この天井板めちゃくちゃになってる。アーランは心に鬱憤を溜め込んで発散する場所がなかったから、モンスターを攻撃するしかなかったのね。このサイズは確かにアーランのものね。足跡から察するに、私が彼に買ってあげた靴だわ。もしかしたらその靴も彼にとっては足かせでしかなくて苦痛だったのかしら。そうね、やっぱりアーランは早く見つけないと。直接彼に謝りたい。ペペ、行きましょう。写真を見せただけなのに、ペペにはナノの居場所がわかるの？本当に匂いだけを頼りにしているのかな？一人で調査に行きたいって言うから、無理についていくのも良くないでしょ。そうだね、確か道中ずっと炭鉱尊敬できる男だってブツブツ言ってたよ。あと美月と一緒に任務をこなせば最終の修行を成し遂げられるはずとも言ってた。アーランにいろんなことを教えられるうちってすごくない？一緒に不審な結晶の調査をしてたんだ。でもアーランは自分を変えることができなければ意味がないとか言ってて、なんかすごくストレスを感じていたみたいだからアドバイスをしてあげたんだよ。そんなに自分を証明したいのなら口で言うだけじゃなくて行動しないとって。それらしいことは言ったけど、彼がどんな修行をしていたかは知らないんだよね。でもうちの話を聞いて、アーランは炭鉱の言う通りだって言ってたよ。一人でどっかに行っちゃった。その時後ろからアーランの姿を一枚撮ったんだよ。見て、かっこよくない？アーランを探しに行くんならう
ちも一緒に行くよ。アーランを一人にするのは心配だし。文献で性格内部の波動によって劣化が出現するって読んだことがあるわ。アーラン、え、大丈夫だよ。うちはいっぱい見てきたから、一つや二つあっても問題ないよ。アーランの方も無事だといいけど。お嬢様、貴様たち、どうしてみんなで来たんだ？こいつは初めて見る。見た限り、侵食を受けて変異した新たな個体だろう。下手に動くな。ないわ。それ！全ては星々の選択。星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。ルールは破るためにある。始めようか。ん？誰かな？ついてないね。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。お嬢様、大丈夫ですか？アーラン、私。お嬢様、どうして泣いているのですか？怪我をされたのですか？ごめんなさい。
なたを苦しめてしまっていた。しかもそのストレスを和らげるために専門的な文献まで調べていたなんて、本当に想像もしてなかったの。あなたにそれだけの負担を強いていたなんて。ごめんなさい。お嬢様、俺はお嬢様に対してストレスを感じたことはありません。あら、もうごまかさないで。あなたの今回の修行について彼女と徹底的に調べたのよ。もしそれでも私の謝罪を受け入れる気がないのなら、一つ一つのことに関して深く反省して私の決意を示すしかないわ。しかしお嬢様、まずあなたの心に準ずる修行、上司の心理を深く理解するために会話のシミュレーションに付き合ってもらうようカポーティにお願いしたのよね。証拠は？まずあなたの心に準ずる修行、上司の心理を深く理解するために会話のシミュレーションに付き合ってもらうようカポーティにお願いしたのよね。証拠は？最も重要な証拠、このテープ起こしにはあなたがカポーティに助けを求めた内容がはっきりと書かれているわ。強気な上司、職務の範囲を超えた仕事って。カポーティは私の言葉遣いを知らないからモノマネは微妙に似てなかったけど、この具体的な内容は明らかな証拠でしょ。やっぱり私こそがあなたのストレスの源なのよ。お嬢様、確かに俺はカポーティを探しに行き彼にアドバイスを求めました。しかしお嬢様は関係ありません。お嬢様と一緒にいてストレスを感じたことなんて一度もありませんから。はあ、アーラン、まだ私の謝罪を受け入れてくれないの？その考えを打ち砕くためにはもう一つの重要な証拠を提示する必要があるようね。私は心に準ずる修行以外の話も知っているの。あなたが炭鉱さんに依頼して鏡と化す修行をこなそうとしたことも分かっているのよ。アーラン、私は本当に申し訳なく思っているの。炭鉱さんと話すまであなたが大きなストレスを一人で抱えているとは知らなかった。お嬢様、俺は本当に。もういいから、証拠があるのよ。それがこの足跡よ。この靴は私があなたに買ってあげたもので、サイズもよく覚えているわ。だからこれはあなたの足跡で間違いない。そして足跡の細部から多くのことがわかるわ。例えば力いっぱい踏みつけてできたものだってこととか、相当なストレスを溜め込んでいたからこんなに力いっぱい踏みつけたんでしょ。無理やり理由を言ってるじゃん。あんた
別の手がかりはないの？重要な証拠はこれよ。これは普通の宇宙ステーションの通行証じゃないわ。これには非常に重要な写真が貼られている。それはペペの写真よ。お嬢様、俺はペペが好きなので。いいえアラン、嘘をつく必要はないわ。もちろんあなたが自分に徹底的に言い聞かせて自身を完全に騙せているっていう可能性も排除しない。あなたとカポーティのシミュレーションの内容、それから業務計画の記録に書いてあるペペと一緒に電子投影フリスビーで遊ぶという話、全ての証拠が表しているわ。ペペと遊ぶようにお願いしたことがあなたの一番のストレスになってるってね。あなたはペペの写真をプリントアウトして常に気を抜かないようにしている。この通行証を見るたびにあなたは自分に言い聞かせていたんでしょ。アーラン、貴様は気合を入れてペペと遊ばないといけない。これはアスター所長からの依頼だから。もし彼女の前で間違いを犯したらきっと罰せられて苦しめられる。俺はそんなこと考えたこともありません。お嬢様、お嬢様、俺の数々の修行はあなたとは無関係です。お嬢様からの任務は業務の範囲外であってもこなしてみせます。特にペペと一緒に遊ぶのはとても楽しいですし。うちもアーランは別にアスター所長に対して何の不満も抱いてないと思うよ。でもアーランの直属の上司は私だけ。私以外に誰がいるの？ストレスを解消する方法を学ぶためにミツキちゃんにまでアドバイスを求めたのよ。え？嘘！アーランがうちと一緒に任務に出かけたのってストレスを感じるためだったの？ふぅ、でもラッキーだったね。アーランと一緒に任務を最後までこなしてたらそれほどストレスはなかったかもだし。偶然正しい判断をしたみたいだね。タンコってばなんて言ってたの？ミツキは他人の悩みを解決するのがうまいみたいなこと？いずれにせよ今日は絶対に私が反省していることをアーランに知ってもらって謝罪を受け入れてもらう必要があるの。しかしお嬢様。もういい。アーラン、あなたのストレスは私にもわかる。特にこの写真を見たとき、とても悲しかったの。それってうちが撮った写真じゃん。私はいつも任務や依頼をお願いしているのに、戦場に向かうあなたを見届けたことはあまりにも少ない。この写真、そしてさっき一人で戦っていたこと、あなたに大きなストレスを与えていて本当に申し訳なく思ってる。ただでさえ業務で忙しいあなたを私的な用事でさらに忙しくさせていたなんて。アーラン、本当にごめんなさい。お嬢様、なんだかすごく感動しました。しかし俺が修行を始めた理由は実はミス・ヘルタにあるんです。
ス・ヘルタは宇宙ステーションに来るたびに俺に様々な防衛課の業務班以外の仕事を依頼してくるんです。俺は拒否する勇気もなくて、ミス・ヘルタは上司としてはあまりにも圧が強いですから。彼女が持ってきた新しいサンプルの実験体になれとか、聞いたこともないような古い書籍を探せとか。以前ならそれらの依頼も特に問題はなかったのですが、今は反物質レギオンの侵入騒ぎが少し落ち着いたばかりで、まだ多くの残党がいます。俺はそいつらを排除することにもっと時間を割きたいのですが。ああ、つまり前もって練習をすることでヘルタの依頼を断れるようになりたいって思ったんだね。ああ、残党を排除するときに名前が書かれていない手記を見つけたんだ。そこには上司からのストレスを和らげる36の方法と修行に関する内容が書かれていた。ああ、手記には修行に関する注釈も書いてあったから、俺も試してみようと思ったんだ。申し訳ありません、お嬢様。つまり私はあなたにストレスを与えてはいなかったってこと？お嬢様に対してストレスを感じたことはありません。誤解が解けてよかったね。二人ともよく反省するんだよ。あんたもそう思うでしょ？ぶち壊しじゃん。さっきから繰り返してるけど、炭鉱はなんて言ってたの？とにかくお嬢様と一緒に俺を探しに来てくれて感謝する。本当に感謝してるなら後でペペと一緒に電子投影フリスビーで遊ばせてよね。
まだ早い。別のことで手伝ってもらいたいんだ。もうすぐ私と親父の誕生日なんだ。毎年この時期になると私と親父はお互いにプレゼントを用意して一緒に誕生日を祝うんだ。そうだ、何か問題があるのか？から親父の仕事は前より忙しくなって家に帰ってくるのも遅くなった。だから私は親父がくれたお小遣いでプレゼントを買いたくない。私は診療所のものをいっぱい壊してるから魔女ババアには言いづらい。実はお金になる私の宝物がリベットタウンに残ってるんだ。あそこに放置しておくのはもったいないし、もし持ち帰って高値で売れたら私は誰にも頼らずに親父へのプレゼントを買える。私だって今のリベットタウンが危ないのは知ってる。だからお前にボディーガードを頼みたいんだ。そうすれば魔女ババアに見つかっても怒られるのは私だけじゃない。じゃあ約束だ、リベットタウンで会おう。私は安全な場所で待ってるから絶対に来るように。
よし。本当はそんなに待ってない。来てくれたならいいんだ。ところで、いい知らせと悪い知らせがあるんだけど、どっちから先に聞きたい？この計画をモグラ島の仲間に話したら、ジュリアンからあいつの宝物も持って帰ってきてほしいと頼まれた。持ち帰らなければ私たちの計画を魔女ババアに話すって。いい知らせはジュリアンが私たちの冒険に出資してくれたことだ。ほら、このスコップはあいつがくれたんだよ。に怖いものなんてない。ほら、宝物は向こうから歩いてくるわけじゃないんだから、早く出発しよう。母さんは昔この辺りで商売をしてたんだ。私たちが町を離れた時、あいつには時間がなかったみたいで、ここに残したものがいっぱいあるんだって。宝物を探すのはそんなに難しくないと思う。あっちを見てみよう。宝物だ。鍵じゃない、ビー玉の方。ほら、いろんな色がある。ここまで揃えるのはすごく大変なんだよ。はあ？そんなことも知らないとか、まさかビー玉遊びをしたことがないのか。そういえば、この鍵は何に使うんだろう。ジュリアンなら何か知ってるかも。なんだよその顔は。知ってるぞ。お前はビー玉なんて価値がないと思ってるんだろう。教えてやる。このビー玉はモグラ島にとってとても重要な意味を持つんだ。これのおかげでジュリアンはモグラ島をピンチから救い出し、2番手の座を手に入れたんだから。そうじゃないけど、それに負けないぐらいのこと。その昔、
孤児院の子供たちと町の子供たちは険悪なライバル関係にあったんだ。あいつらは親からお小遣いをもらってたから、よく孤児院まで私たちをいじめに来てたのさ。ある日、モグラ党はあいつらからビー玉遊びで勝負したいと挑戦状を叩きつけられたんだ。みんな自分たちの実力差は分かってた。孤児院のみんなが道端で拾ったビー玉がお金持ちの子供のビー玉にかなうわけがないからな。それでもあいつは、ジュリアンは挑戦を受けることにした。そして色とりどりのビー玉を勝ち取ったんだ。すごいだろう。そうだよ。どうしてジュリアンがこの宝物を探してくれって頼んだのか、これでわかった？よし、おしゃべりはここまでだ。次は私の宝物を探そう。いよいよ本題だ。私の宝物は孤児院の下、それからコークの入り口付近に隠してある。なんか私の覚えてるリベットタウンとは違う気がする。孤児院はこんなことになってないよね。全然違う。箱や校舎が大通りに置いてあってめちゃくちゃだ。私の宝物は勝手に動かされたりしてないよな。宝物は採掘チームのガラクタの山のそばに置いたんだ。あの角の後ろに地髄とかたくさんの箱とかがあったんだけど、どかされたりしてないよな。私も一緒に探すから絶対に見つかるよ。本当に使えないな、名誉隊員。最後はやっぱりこのドスクロのフック様が見つけたじゃないか。早く手を貸してくれ。高すぎて手が届かない。ほら、この箱の中にある。このミニボーリングマシンは親父の採掘チームにいたおじさんがくれた誕生日プレゼントなんだ。今開けるから、よいしょ。冷静になる時間が欲しい。名誉隊員、ジュリアンのビー玉はいくらで売れると思う？冗談だけど、ジュリアンの宝物は見つけたのに私には何もないなんて、こんなの不公平だ。でも修理ってたくさんお金がかかるんだろ？それって損じゃないか。
ダメだ。親父が言うにはおじさんは迷子になってそれから見つかってないんだって。よくわからないけどすごく遠いところに行ったらしい。いつ戻ってくるかわからないし絶対に無理だよ。待って、私にはもう一つ宝物が。孤児院にも宝物があるんだ。売りたくないものだけど親父のプレゼントのためなら仕方ない。頼む名誉隊員、もう一回だけ手伝ってくれ。あと一回だけ。後悔しても遅い。誘ってないけど。それ。逃がさない。騒ぎを起こしたくはない。即戦即決で行こう。誰かな。待って、ちょっとノートを見てみる。宝物を隠した場所をメモしたんだ。魔女ババアが私にくれたご褒美だよ。掘り出してみればすぐにわかる。左の階段を降りて前に10歩、右を向いて15歩、さらにその場で10回回って、そんなメモの後半がぐちゃぐちゃになってる。一言二言で説明できたら宝の地図とは言えないじゃないか。後半のメモがないと絶対に見つけられない。本当か。早く見せてみろ。ホーム用探索機を使って探してあげよう。のキーワードを音声入力してください。おお、こんな小さなものが喋れるのか。あなたも小さいのに喋ってるじゃないですか。こいつ腹立つな。でも私の宝物を見つけ出したら許してやる。とりあえず開けてみよう。それもそうだな。じゃあ50年後に開けるか。とりあえず今は持ち帰って
ビー玉と一緒にジュリアンに渡そう。ピピ、いつスターピース電機に行かれますか？チャーリーがカレンダーにリマインダーを生成します。ピピ、スターピース電機はあなたの頼れるパートナー。これだよ。魔女ババアがご褒美として私にくれた大きなクマのぬいぐるみ。そう、キキって言うんだ。うわ、キキ、どうしてこんなに汚れてるんだ。それに糸がほつれてるところもある。ちゃんときれいにしないと誰もお前を買ってくれないかも。魔女ババアがキキは普通のぬいぐるみじゃないって言ってた。きれいにすればきっとみんな欲しがるに決まってる。でもどうしよう、私は裁縫ができないから魔女ババアを頼るしかない。ここに来たことが魔女ババアにバレたら、また怒られる。いや、魔女ババアに怒られたとしても私は親父へのプレゼントを用意するんだ。宝物は見つかったし、急いでここを離れよう。あのモンスターたちを見てると心がゾワゾワしてちょっと怖い。先に言っておくけど、私が宝物を売る計画は魔女ババアに言うなよ。これは確か以前フックにあげたぬいぐるみね。どこで見つけたの？すごい風が吹いて、その風に乗って帰ってきた。正直に言いなさい、フック。お姉ちゃんと一緒にリベットタウンの孤児院で見つけた。このぬいぐるみのためにお姉ちゃんと一緒に列界に行ったの？フック、何度も言ってるけど。お願い、ナターシャお姉ちゃん、キキを直してくれたら診療所の掃除を1ヶ月するから。君は毎回そう言うけど。聞かないんだから。君もフックを甘やかしすぎないでね、よそ者。拒絶するのは難しいかもしれないけど、いいえを言えるようにならないと。キキ、
このぬいぐるみに名前までつけていたのね。これは私が作ったぬいぐるみの一つに過ぎないの。正直あの子がここまで気に入ってくれるとは思わなかった。まだリベットタウンにいた頃、いい子にあげたご褒美なの。やんちゃな子供たちがいっぱいいた孤児院がどれだけ混沌としていたか想像できる？私はそんな子供たちに何とかして言うことを聞かせようと必死だった。危機をもらうためにフックは1ヶ月間いい子のふりをしていた。時間通りにご飯を食べて、時間通りに寝て、他の子と喧嘩もしなかったのよ。そうね、実際あの子はご褒美をもらった後すぐに本性を現したもの。フックの周りにはいつも人が集まっていた。大人も子供も関係なくね。あれはある種の才能よ。いい子を強要することはその才能を押し殺してしまう。こんなにボロボロになっちゃって心配しないで、キキはちゃんと直すから。詰め物は新しいのを探す必要がありそうだけど。待って、このぬいぐるみの目、これは黒宝石？変ね、クマのぬいぐるみに縫い付けた時どうして気づかなかったのかしら。私は専門家じゃないけど、この2つの石の色かなりの値段になると思うわ。とにかくちょっと驚いたけど、このぬいぐるみは一気に価値のあるものになったわね。ババアに怒られなかった？うう、私のためにごめん、名誉隊員。まあそれは置いておくとして、私の本当の目的は言ってないよな。ないだけだ。どうして突っ立ってるんだ？モグラ島の親分に報告でもあるのか？宝石？それって価値があるってこと？そんなの売るに決まってるだろ。宝石が高値で売れれば、私は親父に豪華な誕生日プレゼントを贈ることができる。ただ私はキキの目だけを取りたくないんだ。もしキキをもらった子が目がないのに気づいたら悲しいでしょ。とにかく本当にすごい情報だったぞ。お前が加入してからの日が浅くなければモグラ島の3番手に昇進させていた。
女ババアが危機を直したらまた手を貸してもらうからな。いつでもドスクロのフック様の召集に応じられるようにしておけ。